どうもルジクーニでございます。前回深淵の回廊試練場メモリアルダンジョン QF までやったところでございますが、今回は前回の続きからやってまいりたいと思います。前回のね動画は概要欄に貼っておきますので、まだ見てないよっていう方はね、ぜひともそっちから見ていただけると幸いでございます。ということで今回は前回ボコボコにされたデータルザウルスさんの討伐からでございます。来たこれ来たこえぐいんよほんまに。が今回は落ち着いて回復アイテムをねきっちり叩くことでなんとか抱えられておりますが、火力薬が死んでる説ある。これ頑張ってくれ、早く倒してくれ。回復アイテムがなくなるやつ頼む、早く倒してくれ、この地獄から解放してくれ。きつい。なんとか頑張ってはくれてるけれども、でもまあ抱えられなくはないということですよね。これでしょっちゅうディスペルが飛んでくるんで、これ今コマンドリストミスってますけれども、しょっちゅうディスペルが飛んでくるんで混合ボタンを連打しつつ、回復ボタンを連打しつつという、指が釣りそうでございますよ。これで回復アイテムを心もとなくなってまいりましたが、来たこれ。なんとかなった。これあれですね、 10% 回復剤を300個近く食べましたね。このボス1匹で 10% 回復剤を300個。これは厳しい。ということで、続きまして、QF の攻略が終わったのでね、一旦戻ってきて、この転換ですかね。転送をしないといけない場所が 8F にありまして、そちらの方にね、今から向かおうとしているところでございます。これ初めて転送やったんですけど、北と東とフロアを選ぶみたいな感じで、まあ、それを選ぶとね飛べるみたいです。今私がこれ 2-2-8 ってそうですね、 N2-E2-8F に行くぞってこう今設定したんですけれども、そうするとこれ入り口がこのメモリアルダンジョンの入り口入って瞬間にもそこに飛ばされるっていう感じみたいですね。そして入った先は地獄絵図入った先は地獄絵図でございます。必死の回復、ふう恐ろしいや、ほんまにこれ。でここは何の部屋かっていうと、ストーリー進行上必要な部屋みたいですね。四騎士、デネボラ。魔女は我々が倒しましたよ。で、これでね、ストーリーがどうやら進行したようですね。この、混血のプリンセスっていうやつかな。はい。ということで、さらに次のフロアでございます。10F でございます。10F はね、これ画面がね、こう、常時暗闇みたいな感じで、ずーっと視界が悪い状態が続くんですよね。なかなかやりづらい。そして、骨ペロスとジュエルゴーレムさんが一緒に出てくるっていうね、いやらしい感じでございますよ、これ、ほんまに。骨ペロスの大群とジュエルゴーレムと、で、後半になると、骨ペロスと普通のペロスが混在してくるというこのいやらしい感じね。ちょっとタゲ取り失敗してるけど、まあ数匹だったらなんとかなるじゃろっていう淡い期待、割と余裕でなんとかなるやつね。火力は正義よ。まあ、今回、基本的には常時、こう、ミラー、国王シュミッツ、いわゆるオークロード鎧を装備して、
常に反射ダメージが出ている状態で抱えていますけれども、やっぱり反射ダメージがある状態で抱えないと割とこの試練場の敵ってタゲが飛んでっちゃうんで、まあなんかジュエルゴーレム目的で買ったものの普通にそのまま使える感じだったかなっていう感じではありますね。購入してよかったやーつ購入してよかったやーつ。まあなんとか 10F も道中はね意外と、まあ、なんとかなるなんとかなるぞ、意外と我々の戦力でも 10F 道中なんとかなるぞっていう、そういう感じ。さて 10F ももうだいぶ後半戦でございますが、ホネペロスとオシドス、普通のあの肉がついて健康的なのと、肉がなくなって骨だけになってしまったのと、まさかのコラボレーションでも意外となんとかなる。でここはね、あの間違った部屋に入ると警報が鳴って悪意のあるペロスが湧いてくるんですけれども、ちょっとねそこは割愛しておりますそこは動画進行上割愛させていただいております。まあね、悪意のあるペロスさんが湧いてもフルコートをしてればねそんなに怖くはないですね。紫ペロス、パープルペロスかな。でここが 10F の最後の部屋ですね。この白いオシドスがほんまにこれあれなんよ、サイキックウェーブ、 M サイキックウェーブ連打してくるんで、粘属性耐性がないと相当厳しいやつ。まあ無属性鎧にしておけばある程度はなんとかって感じですかね。でこのフロアが終わったら 10F のラスボスではなく先に隠しボスから攻略していきたいと思っております。隠しボスはなんかよくわからん古代兵器、古代兵器っていいよね、ロマンだよねそういうのね。ということで隠しボスエリアでございます。まあこの部屋も雑魚敵が相当えぐいんですけれども、なんとか抱えられてる、壁の役目は果たしております。でこの隠しボスなんですけれどもすごくいやらしくて、接敵するとマックスペインをしてくるっていう壁泣かせ壁泣かせなキャラクターですので、ヒットストップでなんとかゴリ押す必要性があります。意外とね、なんでしょう、ヒットストップが有効なようで、サイキックウェーブとかダイヤモンドダストとか、まあ、その他様々なこうヒットストップ、とにかく攻撃しまくってきた、これジェノサイドモードに行こう、こちらです。でちょうど私の目の前に湧いて、ヒットストップさせられてる間に死ぬという、こちらでございます。でも画面内には収めることができました。そして楽勝でござった。そんなに強くないみたいですね、この隠しボスは。アルージェ、古代兵器アルージェということで、正規の 10F ラスボスフロアに到着でございます。まあここも相も変わらず骨骨フロアでございますが、いやここのボスがほんまにえぐいんよ。 9F のデータルザウルさんなんか目も当てられない、もうその比べ物にならないぐらいやばいんで、これ階層守護者の気配現れました。これが正真正銘試練場のラスボスでございます。これがほんまにどのぐらいえぐいのか皆様に今からお届けしていきたいと思っております。さてこれこいつでございます。こいつの何がえぐいのかというと、あの今即死しましたけれども、1秒間に1回マックスヒットポイントの 90% の固定ダメージを与えてくるという、あの意味がわからないスキルを使ってきます。
つまり1秒間に1回イグミを叩かないと絶対死ぬっていう。そしていやらしいことにディスペルまでこの人搭載しております。つまり今後の更新もしなきゃいけないし、イグミも毎秒打っていかなきゃいけないしっていう、そういう感じなんですけれども、これこのね、この毎秒ヒットポイントが9割減る隙間にディスペルが挟まると、まるで壁できないやつ、なんとか壁するぞって、なんとか壁するぞって意気込みでイグミをね一生懸命これ叩いてるんですけれども、きつすぎる、ほんまにきつすぎる、これうわーうわー、これもう何度目かもわからないトライ。これは下手に抱えずに逃げ打ちしたりゾンビアタックした方がいいんじゃねえかっていう方向性で、今リバリバさんが必死の逃げ打ち必死の逃げ打ちしてるけど、これ取り巻きもやばいよ。取り巻きの骨骨ちゃんのドラゴンブレスもほんまにえぐくて、あの光栄が食らうとほんまに即死クラスなんですよね。いやーきつい、もう何度挑戦したかわかんないぐらいきつい。やめろって。そしてね、こいつあれなんよ、あの引き寄せ持ってるんよ。ルキフルとかが使ってくる引き寄せとかもやってくるんで、あんまり逃げ打ちもできないっていう。これ頑張ってる、すげえ頑張ってる、すげえ頑張ってるけど、倒すにはなかなか至らずという状況でございます。そしてこちら討伐の瞬間でございますが、ギルメンから最強の盾を借りてまいりました。装備欄見ていただければお分かりになるかと思いますが、装備している盾はこちらでございます。オブデフということで、金ゴキカード楽勝やったわ、これ。最後死んだけど、金ゴキ正義金ゴキ盾正義、金ゴキ盾さえあれば、金ゴキ盾さえあれば余裕なんよ他人からの借り物で強がる壁。いやでもね、金ゴキ盾ないとまともに抱えられんと思うんだな、あれ。ほんまにあのイグミを出し惜しみせずに、もうあの押しっぱなしでいければ抱えられそうな気はするけど、出費と収入が見合わなすぎるということで、無事ゴールでございます。試練場ゴールに到着でございます。でこれね、最後にこの女神の祭壇っていうところでクラデニを突き立てることで報酬が選べるんですよね。これ私も初めて見たんですけれども、これ至高の武具が欲しいとか、エンチャントを強化したいとか、さらなる強敵と戦いたいとか、ベースレベルを上昇させたいとか、まあ、これ4つの中から選べまして、この至高の武具ってのはちょっとよく分かってないんですけど、エンチャントを強化したいだと本がもらえて、レベル上げたいにするとあれなんですよね、不思議な飴がもらえる不思議な飴がもらえ、1レベル上がる不思議な飴がもらえるやつで、今回私たちギルメンが、私たちのギルドで選んだのはさらなる強敵を選びました。これを選ぶことによって何ができるのかというと、メアと戦うことができる。さらにこの試練場のメモリアルダンジョンの続きである闘技場というね、メモリアルダンジョンに行くことがようやくこれでできるようになりました。いやー長かった、頑張った。これでね、次回以降この闘技場のメモリアルダンジョンの様子も少しお届けできたらなと思っております。ということで、今回も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。もしよろしければぜひとも高評価していただけると幸いでございます。ということで、また次回次のパートでお会いしましょう。またねー。